こんにちは、今日はですね、エアビーさんと の協力でね、素敵な、場所を、借りれました。エアビーってあのエアビーだよね。あのエアビーから、あのエアビーさんからですね、お話をいただいて、夏休みだから旅行とか、まあ、いろんな場所に多分皆さん行くと思うんですけど、その一環でね、僕も今日はここを借りて、みんなで、まあ、YouTube のメンバーと、あとアバレルのメンバーと、一緒にバーベキューをして、ちょっとゆっくりしようかなと。なるほどね。なんかちらっと見えるけど、プールあるやん。そうっすよ。そりゃだって俺が借りるところはプールあるでしょって。すごすぎるって。でプールいつも入ってる人たちなのね。なるほどね。はい。だから今日はお肉も後で買ってきてもらうんですけど、いっぱい食べてください。いつもお世話になって。ありがとうございます。イエーイ。早く終わらせてなんかいろいろ。そう。早く撮影終わらせ、早くバーベキューしたいの。何なん今日の撮影。今日はですね、ラフエルの、新作の撮影になっております。アバレルは作っておりますが、自分でモデルをやっちゃうという、天才的なディレクターでございますまあやっぱでもメンズモデルはアツシよりかっこいいやついないからな。あ、そうだね。しょうがないよね、そればっかりは。でも女性のモデルさんも呼んで、アンナちゃんも呼んで。生意気やな、やっぱスーパースターちげえわ。ありがとうございますこれかっこいいっしょ、セット、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいやん。光っちゃうんすよね、僕って。黒光りしてない？大丈夫？してる。してる？いい。なんかおかしな二人だね。おかしい。なんて言うの？黒いから。うん。じゃあ。本当にないから。アムちゃんです。素晴らしい、ピップや。まあ濡れてもかっこいいっすかみたいなかっこいい、確かに。どうですか、アツシ。アツシ、アックンですか。うん、いや面白いです。大丈夫ですか。大丈夫です、優しいです。すみませんね、うちのアツシが。何もないですか。すみません、うちのアツシが。いや優しいです、本当に。はい、ありがとうございます。お願いします。 YouTube、 イエーイ慣れてる。絶対下手じゃん、イエーイえ、これ押していいの。え、誰で押すなって。押していいの。押さないでください押したらダメだから。携帯で出られないんですよ。あ、でもちょっと多いじゃん。携帯もある。どういう笑いみたいな感じ。携帯もあるから。いい、来たぞ。登場です。緑いいぞ。あ、いいぞ。絶対行かない。入んだよ。入んだよ。ダメだよ。
押すなよ。絶対押すなよ。くなる。ここ広いから絶対押すなよ。ダメダメダメ。撮影はどんな感じ？楽しい。今はあと何カット？あと最後室内のカット、この撮って一応終わり。そしたらバーベキュー。なんかモデルみたいなことしてるお前。え？モデルじゃないんだから。いやモデルじゃないよ。こんな黒いモデルいないから。いないでしょ。絶対。困ってたじゃんカメラマン。みんなもう外してるから。なんか黒光りしてるの。困ってたじゃん。チョコボールだとか言って。にしては歯白すぎやろ。え、アムちゃん紹介してよ。せっかくなんだ。YouTube 出ていい？はじめまして、アムです。アムちゃんです。アムです。おいくつですか？19歳です。あんま変わんないね。あんま変わんない、まあ、誤差だね。誤差11個だから。そうだ、12個か。12個だから全然誤差じゃ誤差だね、うん、俺らなんか干支1個違う。一周違うじゃん。やばっ。何アム鳥。あれ違う。いや鳥、うん、あれ一回り違う。うわマジで綺麗に一周しちゃった。そうなんだ。悲しいよ。そうか、なんか12歳差ってすごいね。すごいね。でも12歳も離れてんのにこうやって喋ってくれてんのが嬉しいよね。19歳なんてね、この間おむつ取れたばっかだもんね。本当だよ、2005年だからね。2005年。2005年生まれ。2005年。この間おむつ取れたばっか。俺何やってたんだろう2005年って。泣きたくて笑いたくてとか流れてるとすげえ。その時多分さっきだね。すごいね本当に。へえ、こんなアツシの協力してくれて、そう、すいません、うちのアツシが。すいません、ありがとうございます。本当に嬉しいです。かわいい。こうできるのか。この足が長く見えるし。綺麗。かわいい。かわいい。かわいい。もうちょっと触ってもらう。こっち。こっちはなんか。なんかこれ。おやめろやめろお前。まずアツシはアムちゃんの表情を作る指導を受けた方がいいね。そうですね、うん、聞いてちゃんと。自然な笑顔ってどうやって作るんですか？自然な笑顔はでも、うん、出すしかない。はい、もう根性です。結論カメラの前でも笑顔を出す。なんかねこういう顔になっちゃうそれはうんこういうになっちゃうの。一回言っといてください。笑顔。3、2、1。え、いいですよ。これいけてる？うん、いけてる。え、マジ？めっちゃいい。じゃあそのまま行こう。その顔のまま行こう。そのまま。急いで急いで。その顔のまま行こう。その顔のまま行こう。じゃあ俺笑う練習しようかな。着替える。何着替えたらいい？あ、ちょっと待って。終わり？2人。え、うん。とりあえず終わりで。バーベキューしながら。そうそう、バーベキューしてんのをパーって撮る。お疲れ様です。そんな感じな。大丈夫ブランディング。大丈夫。そんなくねくねして。アムは大丈夫なんだ。アムは大丈夫です。バーベキューですか？そしてそうバーベキューです。開けますよ。肉買いすぎじゃない？いや全然足りないんだよ。いや本当にそうなんですよね。ガチでめちゃくちゃあるよ肉。めちゃくちゃあるよ。ガチめにね。足りないのこれ。結構足りんくなる。足りんくなる。そんな食う。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？アツシがぎこちなかったよね。まあでも素敵な笑顔だったと思います。優しい。19歳になだめられる。この前ね19歳になったんだよね。はい、なりました。そう、成り立てです。成り立てなんだ。かっちいな。いい表情でしたね。いや本当ありがたいっすよ。売れるんじゃない今回のは。いやもうアムちゃんのおかげです。全ては。いやとんでもない。化粧も良くてモデルさんも良くてで俺がぎこちない。まあ僕モデルじゃないですから。まあね、うん、服着ない方が得意だ。ほぼ着てないです。ほぼ着ないから、ね、ほぼ着てない。普段ほぼ着てない。そう、その着ない時間の方が長いから、長い、生きてて、うん、服着てる方が違和感なんだから。あと陸に立ってる方が違和感だもんね。そう、陸に立ってると、てるそう疲れちゃうの陸だと。うわ、人間じゃないみたい。そう、人間じゃないみたいだよね。どちらかというと、ごめんなさい、魚人。どっちかというとね。うん。で何？いやいや、ここ食べていいですか？すみません。バーベキューなんて赤っ。多分それできたってのやつ。めちゃくちゃうまい。すごいよ。すごいよ。いいね、バーベキューもできて、ここ。そもそも、ここやばいね。プールもありますか？プール入ろうよ。後で。プールもサウナも。サウナも。そうだ、サウナもあるんだ。うん、やばいじゃん。何でもできます。
満喫してじゃあこの後は。そう。アムちゃんは疲れ様ということで。はい。お疲れ様でした。いっぱい食ってます。はい。ありがとうございます。クランクアップです。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。これからもアムちゃんの応援もよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。インスタ貼っときますか、じゃあ。はい、インスタ。